吉野さん、今日も動画のやり取りたくさんしてますね。あっちこっちに動画をバン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 振りまいてますけども、ネットで稼ぎたい人ってこういうことをしないんですよね、きっとね。じゃあ稼げないじゃないかってことですよ。例えば1年後に年収300万とかっていう副業が欲しいんですっていう割には、じゃあ今日100円でも稼いだんですか、1000円でも稼いだんですか、アクセスの10でも100でも取ったんですかっていうことになると、いやまだ始めたばかりなんでっていうことになるんですよ。始めたばかりでそのレベルだったら、じゃあ一体いつになるんだよってことですよね。だってスタートでもうつまずいちゃってるわけですから。なぜかの多くの人ってスタートは緩やかで、そのうち加速度をつけていくって考えちゃうんですよ。いやそんな余裕ないと。初日から全力でしょうと。初日から目の前の一人の客を取りに行く、目の前の1000円を取りに行く、そのぐらいのビジネスマンシップがなければ到底やっていけないと思うんですよ。だってビジネスをするって決めた初日にもうすでにね、私は吉谷さんとか並みいる競合がいるビジネスの世界の同じリングに立ってるわけですよ。なのにまだね、走り始めたところ、助走してるところ、柔軟運動してるところ、まあ通用しないですよね。だから立ち向かってきてほしいなと思うんですよ。もう私たちは、まあ、コンサルティングも施すんですけども、同時にライバルですからね。怖いですよ。百戦錬磨がいるわけですから、どこまでもどこまでも無限量産するような人間がいて、そこに立ち向かってくるわけですから、それはね、一刻も早く私たちのことを出し抜いて、一歩でも二歩でも前に行ってもらいたいなと思ってるんですよ。で、私たちってのは結局ね、吉谷さんと私たちってのは、なんていうのかな、自分のことを超えてくれることも、喜びなんですよね。いってらっしゃい。